こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も日報出版社の前後牧場筆記から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は無縁の道人です。何者にも依存しない独立独歩、自主独立の道人を言います。大語決定の人物を称して言う言葉です。それでは今から無縁の道人を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。